ジョナサン・デートーンは、現在のアメリカ合衆国ニュージャージー州出身の政治家であり、ニュージャージー州代表として、フィラデルフィア憲法制定会議に出席し、アメリカ合衆国憲法に署名したものの中では、最年少であった。またアメリカ合衆国会議員となり、第三代会議長を務め、後に上院議員にもなった。1807年にアーロン・バーの陰謀に、 加担したとして反逆罪で逮捕されたが、裁判は行われず、その国政における経歴は復活されることがなかった。デートンはニュージャージーのエリザベストンで生まれた。地元の政治では著名であった商人のイライアス・デートンの息子であった。1776年にニュージャージー大学を卒業した。アメリカ独立戦争の間、父の第三ニュージャージー連隊で従軍し、 19歳までに大尉に昇進した。独立戦争後、法律を勉強して開業し、土地に対する登記、法律及び政治に時間を使い分けた。大陸会議とアメリカ合衆国憲法制定会議大議員を務めた後で、著名な連邦党議員になった。1786年から1787年、及び1790年に再度、ニュージャージー州会議員を務め、 1790年にはニュージャージー衆院会議員を務めた。1789年にアメリカ合衆国会議員に選ばれ、この時は議席につかなかったが、1791年にも選ばれてこの時は着任した。会員では第4会期及び第5会期の議長を務めた。大半の連邦党議員と同様にアレクサンダー・ハミルトンの財務政策を支持し、また、 ウィスキー税反乱の抑圧を支持した。ルイジアナ買収に賛成し、1801年、司法権法の撤廃に反対した。デートンはフィラデルフィアでアーロンバーと出会い、後にバーが今日の合衆国西部となった地域を征服する意図があったとして告発された陰謀に加担することになった。この陰謀は結局立憲されることはなかった。 バーが中止した1806年の遠征には病気のために加われなかったが、1807年に反逆罪で逮捕された。その後釈放され、裁判にかけられることもないまま、その国政における経歴は復活されることがなかった。デートンはスーザン・ウィリアムソンと結婚し、二人の娘を設けたが、その結婚の日付は不明である。ニュージャージー州でその政歴を再開した後、 1824年に生まれ故郷で死にエリザベスのセント・ジョーンズ聖公会協会の地下墓所に葬られた。オハイオ州デートン市はデートンがオハイオ州に25万エーカーの土地を所有しており、ためらいなくマイアミ運河の建設を支援したのでその名にちなんで名付けられた。しかしデートンはその市内に足を踏み入れることはなかった。ニュージャージー州 スプリングフィールドにあるジョナサン・デートン高校は彼の名前にちなんで名付けられた。ありがとうございます。